ラミー駅下車と駅前風景ラミーはアメリカ合衆国ニューメキシコ州の町サンタフェ郡、サンタフェの南に位置する人口は137人 BNSF 鉄道が通過する通常サンタフェ鉄道と呼ばれるこの鉄道はもともとカンザス州アッチソンからミズーリ川を通りニューメキシコ州の州とサンタフェまでそして西へ向かう計画だったしかし 線路が西に進行するにつれて、担当の土木技師は、サンタフェの周囲の丘陵のために、実現不可能であることに気がついた。したがって、代わりに、ラミーを通過して、鉄道を建設した。追って、ラミーからサンタフェまでの支線が作られ、そして、サンタフェまで鉄道が開通した。こうしてラミーは重要な鉄道の接合点になった。現在、ラミー駅には、 シカゴとロサンゼルスを結ぶアムトラックのサウスウェスト、チーフ号が1日1往復停車する。サンタフェまでの支線の旅客、貨物輸送は2014年までショートラインのサンタフェサザン鉄道が担っていた。ラミーは北緯35度29分10秒整形105度52分50秒、北緯3 5 4 8 6一1度整形105.88056度、 35.48611-105.88056に位置している。国勢調査によると、総面積は2 8ートルで、すべて陸地である。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ人、種別人口構成年齢別人口構成世帯と、家族年齢別人口構成収入と家計。ありがとうございます。